回ってますよ。え、マジでこの話回ってるって回ってるって。マジか。もうちょっとお話しそびれたんですけど、ね、今ちょうどライブ配信が終わったとこなんですけども、脇田さんはですね、おやつを買ってきてくださってまして、そうなんです、隙間がなかったんだけど、六本木の名店たぬき団子さんからいつもじゃない、この間のお花見じゃない、草餅とうぐいす餅と桜餅、はい、これ食べましょう。うんちくはいっぱいあるんですけど、あんまり食べたことないやつを食べてどうかっていう、和菓子といえば先輩言っていいですよ、ね、いいですか、どれが美味しいとか、だって普段あんまり食べないやつだから、これはね、うわー美味しそう、うわー、わかります、うわうぐいす団子、これは間違いないやつ。じゃあみんな一斉に食べましょうか。あとはじゃんけんじゃんけん、これ私あのこれもらえばいい、あんこ苦手だってこれはない、で豆大福は今回なかったって人気商品大丈夫ですか、六本木の名店、せーの、うん、うまっ、うん、うちくない柔らかい、うまーっ、うまっ、うまっ、美味しい、和菓子はちょうどいいよね、うん、たぬき団子さんね、これすぐなくなっちゃうんです、だからね、行った時にあ見つけたら買う。この間の餅つき大会の餅もたぬき団子の餅だったんで、あ、ね、そうなんですか、うん、よかったですね、うん、本当に、うん、できましたね、うん、あ、そうなんですね、うん、あれもりっちゃんにまずかった、ね、ちょっと写真撮ったんですよね、そう、俺が撮ってるのは、うん、ロゴではこちらです。よいしょ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。どういうことだったんですかね。口が入ってないでしょ。俳優座劇場よろしくお願いします。せーの、劇場。え、私間違えた。どうですか、ラーメン。今日は。なかなかいけたなと、まあ、普通にそんなに意識せずに、いけたかな。後でみんなで見直してちょっとね。大体でも落ち込むじゃないですか。誰に言ってみたいのって思った。でも4人のトークに慣れてきたのかもね。なんかね、その役割っていうか、なんとかこう回し方。それありますね。最初のちょっとお見合いしてたけど。確かに、こなれてきましたね。こなれ感が。始まってみたらそんなにね、なんか楽しかった、焦らずに、まあ、楽しいね、楽しいですね、うん、そうね、一番でもスペシャルですよ、春先のウグイス、うん、ずんだですかね、ずんだ、そうそう、多分ね、緑の粉のせいなんですよ、うん、やっぱそういう感じなんだけどね、美味しい、そう、それがいいんですよね、うん、そうそう、手洗って、手美味しい、ライブじゃないから手洗って、ごちそうさまでした。お兄ちゃん、ごちそうさまでした。取材させてくださいって言ったら忙しくなるから嫌だって言われた。なるほど、いいよ、いっぱい食うから。
口ですよね。じゃあまたライブも視野に入れながらやっていきましょうね。そうですね。よかった。ありがとうございます。 できましたね。本当にできるかと思います。そう、まだピザがちゃんと動くかとか、だからちょっと素晴らしい。マイクがちょっとね、あれだったけど。綺麗な。いきちゃん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。